はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。レゴスターウォーズビルダブルフィギュアーズに新しいシリーズが出ておりましたね。はい、はい、ファーストオーダーストームトルーパーとキャプテンファズマとカイロレンです。はい、はい、スターウォーズエピソード7フォースの覚醒に登場する新しいキャラクターたちだね。はい、他にもですね、フィン、レイ、ポー、ダメロンって、あの人間が3体いたんですけども、そっちは買いませんでした。はい、なんか変だったね。そう、顔がね似てないから。では早速作っていきましょい。はい、はい、完成しました。まずこちらがファーストオーダーストームトルーパーです。はい、すごいかっこいい。うん、うん、前回ビルダブルフィギュアで紹介した時のクロントルーパーのコマンダーコーディは、うん、結構ね関節がゆるゆるで、ポージングしても、ね、すぐガタンってなっちゃってたんだ、うん、ところがねこれもしっかりしてます、うん、こんな感じでですね、ちょっと両手持ちっぽくもさせることができますね、うん、それで今回からブラスターがですねスプリングローデッドシューターになりました、うん、でこの下のね、この黒い部分あるでしょ、うん、これを引くと発射します。いくよ、うん、こんな感じ、うん、結構威力あるよね、うん、特に人に向けないように注意しようね。そうだね、人に向けてはちょっと危険ですね、はい、もう一つここに予備のブラスターの弾がありますね。はい、顔は非常によくできてて似てますね。それとこの部分にもう一個ねブラスターついてて、これはですね外して、はい、こんな感じで二丁拳銃にすることもできますね、うん、かっこいいじゃん、うん、続いてこちらがキャプテンファズマですね。はい、ちゃんとねマウントついてんだよ、うん、かっこいい、ね、かっこいいよね、うん、ちゃんとメタリックボディになってるし、ね、いい感じでございますね、うん、ブラスターも大きめのブラスターがあります、はい、ライフルかな、これブラスターライフルかもしれない、うん、ただね、ファズマは女性キャラなので、こういうですね、ガニ股にはしない方がいいかもしれないね。そうだねイメージに合わない、うん、足をそんなに開かずにポージングさせるといいかな。はい、はい、キャプテンファズマの顔も似てますね。裏側マットが取れないようにちゃんと止めてあります、うん、はい、ファズマのブラスターもスプリングローデルシューター、ここで発射することができますね、はい、気をつけてくださいね、うん、はい、そして最後にカイロレンでございます。はい、カイロレンは、ダース・ベイダーと同じような中の仕組みだった。うん、うん、骨格がちょっと違いますね、うん、ただダース・ベイダーはね前に足が出なかったんだけど、うん、カイロレンはちゃんと出ます。うん、うん、ファズマとストームトルーパーにスプリングローデルシューターがついたので、うん、カイロレンなんか寂しいじゃん、うん、これね後ろにねこうつまみがありまして、うん、こう回すとですね手が動くようになってます面白い。手がブシブブブそういうことが一応できるようになってますね。面白い。ちゃんとカイロレンは十字のライトセーバーを持ってます。はい、はい、ブン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 ちょっとなんか寂しいよね。ダダン顔はどうかな、微妙なところだね、まあ、似てるといえば似てるけどなんかスリムになっちゃった感じで、はい、実際のカイロレンと比較してみましょうかはい、やっぱりちょっと違うかな、こっちが細身な感じがするね。はい、はい、はい、最後に、直立させてみました3体ともね、はい、うん、ファーストダストムトルーパーが一番小さいです、はい、でファズマが大きくてカイロレンが同じ大きさ、うん、本当はカイロレンがちょっと大きいんだけど、うん、でもファーストダストムトルーパーがちっちゃいのが正解ですね、うん、この身長差合ってんじゃないかなと思いますね、うん、はい、はい、ということで今回はレゴスターウォーズビルダブルフィギュアーズのファーストダストムトルーパーとキャプテンファズマとカイロレンでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、久しぶりのビルダブルフィギュアーズの新シリーズが出てすごいいい感じでよかった、うん、ね、前のやつはここにあるからね、うん、見えないかな、前のやつはここにありますね、うん、クロントルーパーのコマンダーコーディとジャンゴフェットとダースベイダーとグリーバス将軍だね。はい、はい、ということですごくねこのフィギュア気に入ってるし、うん、飾っておくと超かっこいいからね、うん、いい気に入ってますね、うん、はい、
ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はいはい。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、最新の動画が見やすくなりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、それとマイチャンネルは Twitter、Instagram、Facebook ページやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。はい。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイ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 。